ネレフタの紋章、ネレフタは、ロシア西部、コストロマ州の西南端にある都市。人口は2万6002人。首都モスクワからは北東へ3 0 0キロメートル州都コストロマからは南西へ 46km。最寄りの町は 34km 東にある、ボルゴレチェンスク。ヤロスラブリ、コストロマ、イバノボへの鉄道が通っている。 この町を流れるネレフタ川は、ソロニツァ川を経てボルガ川へと注いでいる。ネレフタの復活大聖堂を13世紀初めに、ネレフタが記録に初出するよりも前から、フィンゴル系やスラブ系の民族がこの地には住んでおり、集落を形成していた。地名の元になったネレフタ川という川の名は、おそらく、低地を流れる川という意味と考えられている。 文献記録におけるネレフタへの言及は1214年に起こったいくつかの広告間の戦争に関する記述の中に初めて登場する。1362年の記録には現在のネレフタの近くにロシア正教会の修道院が建てられたとある。この修道院は1764年に廃止されるまで続いた。14世紀にはネレフタは モスクワ大公国の領地となり、塩の生産など重要な役割を担った。17世紀初頭のロシア・ポーランド戦争では、ネレフタにもポーランド・リトアニア共和国の軍が攻め込み、街は大きく荒廃した。この時期に、塩の生産も終わってしまったが、コストロマヤロスラブリ・スーズダリなどの大きな街に、道が通じているという位置関係から、市場や工房などが立つ。 経済的に重要な場所となった。18世紀には、石造りの聖堂が建てられ、最初の大きな工場も建設されている。18世紀末には、繊維工業の重要な中心地となった。1778年には、エカチェリーナ2世の地方行政改革により、市の地位を得、二つの貝殻のある紋章も定められている。これは、ネレフタ川とソロニツア川という、 海が多く取れる二つの川を象徴的に表したものである。18世紀末のネレフタは木造の建築がほとんどであり、火災に弱かった。1785年夏には大火で町のほとんどが焼かれ、その後の復興の際に新古典主義建築を元とした都市計画により再建された。現在も残る古い建物の多くはこの時期のものである。 20世紀のソビエト連邦時代、ネレフタには繊維工場などの工場が多く立ち、1923年には最初の発電所も建設された。ネレフタの古い町並みネレフタのアパート今日でも町の主な産業は繊維工業だが、自動車部品工場や食品工場も立地している。町の周囲は農業が主で、データンや、 粘土などの採掘も行われている。メレーフタには、ヤロスラブリとコストロマを結ぶ鉄道の駅がある。ありがとうございます。